ございます。今日は、リンゴルフ初登場となる、セイラちゃんの練習に密着したいと思います。よろしくお願いします。多分セイラちゃんのことを知ってる方はたくさんいると思います。セイラちゃんのインスタを見てる方もいると思うのでアカウント貼っておきます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。セイラちゃんはどんな悩みがありますか？もう今一番悩んでるのはドライバーがオーバースペックすぎるってことです。おお、なるほど、はい、それは買った時からずっと思ってた。買った時はそのシダとかをしてこれが合ってて、まあ、ちょっと重たそうやけど振ってったらそのうち慣れる、はい、そのうちね触れてくるかなみたいな。そう、やしこれにしなさいって感じで買ったんやけど、はい、違う。なんか違う。重いし重い長い長い、うん、ちょっと打ってみよう、はい、軽めのをね、はい、うん、でなんでそうなっちゃったかっていう原因を探ろう。どう違ってどうなるかみたいな、はい、あと他悩みありますか？あとはアイアンが打てません。おお、それはどういうボールが出ちゃう？なんかあの嫌すぎるのか、トップもするしダフリもするし、なんかその右にスライスで打った消えていく球も出るし、右に消えていく球が出る。なんかこうとあってペラペラみたいな、まともに当たったことがほぼない。あ、そう、了解です。まあちょっと見、まあ、私そんな欲しいのかな。まあ見てみよう。お願いします。はい。早速まあ最初にドライバーからね、行こうかね。力強いね。背が小さいのに。背 150？ おお。当たった。当たったね。でもまあ自分の中では当たったけど重い感じはある。あ、もうすごい短く持ってるもんね。ここも手じゃないとできない。どんなミス出る？なんか打った時にキュッてクラブが負けるのね。当たり負けね。致命傷やん。めっちゃ痛いね。なんか連続でゴルフすると辛くて。うんうん、なるほど。でさっきセイラちゃんに聞いたらウッドはいいと。あ、そう、5番ウッドめっちゃくちゃいい。で5番ウッドのあれを聞いたらスペック？5番ウッドのスペックがレディースの A シャフトで完全レディースなんだよね。じゃあそれを打ってみよう、とりあえず。いいね。いいね、気持ちいい。当たってる。構えやすいし、大きなミスも、うん、なんか安心感あるもんね。なんか構え、持ってる位置もいいもんね。やっぱり、うん、もうちょっとちゃんと当たるよ。お、いい。いいだろ、いい。ということでですね、私は思いました。同じスペックのドライバーをやってみればいいんではないかと、ただ単に。もうこもっともすぎてるのよ。A シャフトの 12.5。 A シャフト12.0 とかだよ。あ、0か。 12.0 のエピックレディースですね。短いですし、多分本当に同じウッドと同じ感じで触れると思う。はーい。うん。まあまあ最初はね。いい、やっぱ高さ。いいよね、これめっちゃいい。やっぱね、高さが 1.5 倍はやっぱね上がってるもん。でやっぱ何回もさっきも言ってたんだけど、スピンがやっぱ効くから最初の初速は 10.5 の方が気持ちいいと思うの。でもやっぱ 12.5 の方が行ってみたらすごい飛んでると思う。めちゃくちゃいいよ。今の良かったよ。今のめちゃくちゃ良かった。
いいね。めっちゃいいやん。すごい、めっちゃいい。やっぱ買い替えようかな。やばね。そもそも変えよう。あのシャフトだけ変えようかなってさっき悩んでたけど、いや私はもうロフトもすごい合ってると思うし、シャフトもすごくそっちの方が合ってると思う。だからリズムがあの、うん、違う。全然うちの感じがやっぱ重いものを一生懸命振ってる感じと、さあもう一回行ってみましょう。失敗してもあのなんかペンみたいなペンみたいなんじゃないから、今のはいいミスよ。いいミス、いいミス。許容範囲。いいじゃん。すぐだってすぐ修正できる。え、めっちゃ飛んでるよ。だってさっきまで160より手前で落ちたからね。あのこっち。まだよな今。つまり自分が思ってた通りでしたね。はい。合ってない。合ってない。ひしひしと思ってたけど合ってない。合ってへんわ。絶対合ってへんわ。もうここはすごい筋肉をつけるか、このクラブに合った体に作り直すか。そっちに買い替えるかの2点しかないと。買い替えようかな。エピック 12.5 A シャフトが自分には合ってるという発見ができました。はい、セイラちゃんのじゃ悩んでるアイアン行こう。よし。それは別にクラブで悩んでるわけじゃない。いや、何も出ない。何が原因かちょっと探りたいと思います。練習よくします？練習は、うん、そんなにはしあの打てへんし打ち方わからんしで、うん、あんまりいかない。あんまりいかない。今日は久々の練習だったってことですね。はい、よかったです。じゃあコースで今度は新しいドライバーで試して、はい、いい報告を待ってます、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。皆さん、YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。セラちゃんに聞きたいこと、今日はコメント募集します。イエーイ。答えてもらうのは多分先になると思いますが、皆さんコメントよろしくお願いします。お願いします。